平野紫仕様、5人で紅白出るのは最後、発言に一部ファンがまた過激反応を言わされた。こんにちは、皆さん。第73回 NHK 紅白歌合戦でのキング・アンドスの平野仕様の発言について、一部ファンの反応が注目を浴びています。平野の5人で最後という言葉が物議を醸し、一部のティアラ、キンプリファンの愛称。 たちの間で議論と感情が高まっています。この発言の背後にある事情や反応の背後にある過去の出来事について深掘りしてみましょう。3年ぶりの白組優勝で幕を閉じた第73回 NHK 紅白歌合戦。この年末恒例の音楽イベントでは、 キング・アンド・ピンスも番組後半に12番手として登場し、熱狂的なパフォーマンスを披露しました。しかし、その舞台裏で平野紫洋が語った、5人で出る紅白は最後になる、という言葉がファンの一部を混乱させました。 平野は、スペシャルナビゲーターであり、事務所の先輩でもある桜井翔からの質問に対し、5人で出る紅白は最後になると思いますので、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらなと思っています、と答えました。そして、彼らはラップ調の歌と激しいヒッツホップダンスで5人最後の紅白を締めくくりました。 この発言に対して一部のティアラたちは驚きと感情を抱きました。彼らは平野の5人で最後というコメントが誰かに言わされたものだと考えたのです。平野のコメントに対する SNS 上の反応は様々で一部のファンは平野に感謝の意を表し一部は疑念を抱きました。しかしこの騒動の背後には過去の出来事が影響しています。 昨年12月に放送されたベストアーキスト2022で桜井翔がキンプリの出演を紹介する際にこのメンバーでのベストアーキストへの出演は今夜が最後と発言しました。この発言が一部のティアラたちに最後という言葉を強調されたように受け取られ激しい反応が起きました。一部のファンはキンプリとティアラへの侮辱と捉え、 抗議文を送ろうとする動きさえ出ました。今回の紅白で平野が最後と発言したことで一部のファンは平野さんが言わされたと考えたようです。しかしこの過激な反応については一部のティアラからも冷ややかな声が上がっています。平野が自身の言葉で最後と語ったことを支持するファンも存在し過去の騒動に対する批判もあります。 この騒動は、ファンコミュニティ内での対立を浮き彫りにしています。一方で、キンプリのメンバーとしての最後の紅白出演に対するファンの思いや、彼らのこれからの活動への期待も大きいことは間違いありません。最後に、この騒動を通じて、ファンとアーティストのコミュニケーションの重要性が再確認された瞬間でもあります。 今後、キンプリとティアラの関係がどのように発展していくのか、注目が集まります。この記事では、平野紫仕様の発言とその背後にある出来事、ファンの反応について詳しく解説しました。今後のキンプリの活動やファンコミュニティの動向に注目し、彼らの音楽活動を応援していきましょう。